前で、これからのお時間は寛大パフォーマンスにて共に盛り上がってまいろう。さあ、突然出てまいりました。私は柳川藩二代藩主橘忠重と申す。これからのお時間は毎週土曜日日曜日限定、寛大パフォーマンス橘家資料館ミュージアムキャラクター橘忠重にてお送りさせていただく。さあ、これからおよそ20分から30分ほどのパフォーマンスを予定しておるゆえ、ぜひともお時間があれば共にこの場を活気で進んでまいろう。さあ、本日もの随分と涼しく過ごしやすい気温となっておる。ゆえに皆様方、ぜひ思うがままにここ橘家資料館、そしてお花でくつろいでいってくだされ。さあ、ではまず最初の演舞はオープニング演舞ようこそをお届けいたす。では参ろう。さあ、始まりました、寛大パフォーマンス。まずはオープニング演舞ようこそをお届けいたす。では皆様方、お手元が空いておられますれば手拍子にて盛り上げてくだされ。では参ろう。では皆様方、こんにちは、ありがとうございまする。さあ、本日はここ柳川の地に足を運んでいただき誠にありがとうございまする。私は橘家資料館ミュージアムキャラクター橘忠重と申しまして、ここ橘家資料館にて、そして当世にて、当日と本日のようにお越しの皆様方に橘家の歴史を楽しんで学んでいただくために、歴史演舞や館内ツアーを交えて、その文化財を皆様方へと伝えておるゆえ、ぜひお見知りおきをお願い申し上げる。ありがとうございまする。オープニング演舞ようこそをお届けいたした。では皆様方、改めましてこんにちは。本日はお集まりいただき誠にありがとうございまする。改めまして、私の名は橘家資料館ミュージアムキャラクター橘忠重と申す。後世にてはの、まだ復活しておよそ2ヶ月ばかりでございましょうか、ミュージアムキャラクターとしてはまだまだ新参者でござる。しかしながらの、皆様方ご存知の方はご存知のように、ここ橘家資料館ではおよそ3年ほど前からコツコツと頑張って柳川の歴史を皆様方に伝えておるのが、あそこのポスターにも載っておる橘内切り丸、刀の化身じゃな。皆様方、今現在橘家資料館では大人気の刀剣展が開催中であり、その刀剣展にて雷切り丸という雷を切った伝説を持つ刀が展示されており、いかがでござったか。橘家資料館もう行ったぞというお方、ありがとうございまする。皆様方それぞれにお気に入りの刀剣が見つかったことでございましょう。何も雷切り丸だけでなくの、重要文化財や国宝の指定を持つ橘家の至宝も数多く取り揃えておりますゆえ、取り揃えておると言うたら、こうなんか売りに出しておるような言い方にはなってしまいますが、数多く展示しておるゆえ、まだ行っておらんというお方はぜひ行ってみていただきたい。そしてもう一度見たくなったといった場合は、なんと橘家資料館はの、当日中であれば再入場が可能となっておる。チケットをなくさぬように
皆様方気をつけてくだされ。その入り口でいただいたチケット、あちらでございましたな、あちらでいただいたチケットを今一度受付に見せることで、当日中であれば何度も再入場ができますゆえ、気の済むままに楽しんでいっていただきたいと思っておる。さあではまず皆様方、私立花忠重というのはおそらくは初めて聞いたやもしれません。簡単に説明いたしましょう。ここ柳川の2代目の殿でございます。これが最も簡単な紹介と申しましょうかな。もっと正確に申すと、あちら柳川藩の初代藩主立花宗茂様の自動販売機がございますが、その隣には臨時お姫様、夫婦揃って自動販売機となっておる。正確に申すと、あの宗茂様の甥っ子にあたるものでございます。しかし私にとっての育ての親でございまして、血は実際につながっております。柳川藩の初代藩主である柳川藩の2代藩主、私は宗茂様の子ではなく、宗茂様の弟である直継様の四男として生まれたものでございます。そして育ての親は宗茂様であると、ぜひ覚えていってくだされな。さあそしてもう一つ皆様方に自慢したいことがござって、この私の立花忠重の棚の文字、これが一体どんな意味を持っておるのか説明できる方はおるか。なかなか難しいございますがな、ヒントは江戸時代の初め頃でございます。これはまあ当てることができたお方には精一杯の拍手をいたそう。まあ難しいございましょうから、これより名乗り工場にて説明いたす。私が言うておることがわからなんだというお方には、後でもう一度かいつまんで説明いたしますゆえ、まずはパフォーマンスとして名乗り工場、皆様方ご覧くだされ。では参ろう。11の年に元服、江戸幕府二大将軍徳川秀忠様の殿上において加冠いたし、変気を授かり、忠重と改め、さもじの刀を賜り申した。豊けき水の国、この水を治むること、我が領土、民の心を平らかにするものなり。我は筑後国柳川藩二代藩立花左近の将軍忠重である。忠重のただの文字がどのような意味合いを持つか、
分かったかの、分かったぞというお方。あ、随分と理解力がようございますな。なかなかに工場としてお見せしても難しいのでございますよ。では簡単にお話しさせていただく。まずこの忠重の忠の文字は、皆様も大好きな徳川家康様、その2代目にあたる徳川秀忠様の忠の文字をいただいておるのでございます。つまり江戸時代の徳川将軍のお名前を実際にいただいておると。このように将軍様のお名前を直々にいただくという大変に名誉あるこの行いは、天気を授かると申す。将軍様からお名前をいただく。さあ、この天気を授かるという名誉は、実はとある条件がござって、まず国持ち大名、大変に大きな領地を持つ大名であること。例えば、福岡の黒田藩、黒田家でございますが、有名なお方でいうと黒田官兵衛様、そして、仙台の伊達藩、伊達家でございますが、このように誠に大きな大領を持つ大名であること、そして大大名松平家の名のもとでしか行えぬという、大変にその厳しい条件が当てはまらなければこのような名誉をいただくことはできる。しかしこのどちらにも当てはまっておらん私が、何故その名誉をいただけたのかと申しますると、我が父立花宗茂様がそれほど幕府に大きな信頼を置いておったということでございます。大変に信頼の厚いお方であったということでございますが、この宗茂様、史実上戦で負けたことはござらん。これは本当のことでございましてな、戦国時代の終わり頃を言った宗茂様、実際に戦で敗北を経験したことがないのでございます。しかし気になった方もおりましょう。宗茂様といえば関ヶ原合戦、天下を分けた大戦で西軍に属したために、残念なことに敗北いたしてしまい、領地を剥奪されます。この敗北、実は誠残念なエピソードでござって、宗茂様は本陣にはおらんかったのでございます。別の隊として動いており、実際にその時の作戦での標的であったお城を落としておる。戦での勝利しておるんじゃ。そしていざ本陣に加勢しようではないかと戻ってまいったところ、なんともう戦が終わっておる。どっちがかった、え、わしら負けと、このような歴史があったんじゃ。そして戦に勝ったにもかかわらず、お城を剥奪され、宗茂様は大名から浪人へと転がり落ちてしまう。しかしそこで諦めんのが我が父のすごいところでございまして、およそ20年という歳月をかけ、ここ柳川の藩主として返り咲いたのでございます。宗茂様が領地を剥奪される前も、ここ柳川の城主大名であり、20年という時を経て敗北から再び復活を飾った、別名を復活の大名とも呼ぶ。このように関ヶ原の合戦や戦で負けた、そして領地を剥奪された大名が再び大名へと返り咲く、このような行為と申しましょうか、このようなものを大名復帰と申しまするが、元いた場所に帰ってくるということ、丘陵復帰が叶ったのは、実は長い歴史の中で立花宗茂様ただ一人なのでございます。しかし何故かなかなかに大河ドラマになってくれんのでございますが、故に今柳川ではの全力で大河ドラマにしようではないかと旗揚げをいたし、お、ありがとうござる、旗揚げをいたしております故、柳川のあちこちでああいった自動販売機や NHK 大河ドラマに立花宗茂と銀千代の物語を、こういったのぞりを見かけることがあるかと思う。その時にはのぜひ応援してくだされ。さあではあまり話が長くなってしまうのもあれでございますからな、退屈でございましょう。
最後に皆様方にもう一つ演舞を披露いたしまするが、こういった演目はなかなか他の例えば私と同じように、当世によみがえっておる武将たちがやっておる演舞の中でも見ることができぬようなレアなものでございます。私柳川藩二代藩主が江戸時代に入り、そして大名として柳川の藩主として経験した最初で最後の大戦、皆様方もご存知かの有名な天草島原一揆、戦国時代の残り火でございますが、天草四郎殿が率いた農民と一揆軍とのまことに大きな戦、私もそれに幕府の軍として参陣しておったが、そこではどのような戦が繰り広げられておったのか、私が全力でお伝えいたしますゆえ、ぜひこの島原の乱の世界観に皆様方もつけ込んでくだされ。では参ろう。本日の最終演舞は島原の乱、皆様方とくとご覧あれ。太閤秀吉様に西国無双と称えられた我が父立花宗茂様が、ここ柳川の城主となり厳しい戦いの時代に身を投じておったのは、まだ若き20代の武将の頃であった。そして50年近い月日が過ぎ、世は太平の徳川家の治世、戦のことを知っておる武士も多くはこの世を去った。宗茂様が嫡子左近の将軍忠茂が同じ20代半ばを迎えた寛永14年12月26日天草島原の地で徳川幕府を震撼させた120日間が始まったのである。
府の命により12月6日には国元を出戦、10日には近隣諸家の中で一番の着陣を果たしたのでございます。その日、原城甲状腺の火蓋が切って落とされ、大手城門に迎えて陣取ったのでございますが、一騎軍も反撃。18日には橘軍は浜の手への陣害を命じられ、夜のうちから原城への指揮を開始。しかれど一騎軍の反撃はますます激しく、忠重の軍勢は多数の死傷者を出しながらの指揮に難儀をしたのでございます。ついに20日、橘軍が主力となり三の丸へ攻めかかるも、一騎軍の猛攻により甚大な被害を被り、攻略に失敗。死傷者は450名以上に及び、重臣橘重真ら54名が討ち死にいたしたのでございます。この日の戦況を聞いた宗茂様は老臣トトキ摂津、この頃は摂斎と名乗っておりましたが、弱い80を越してなお初陣の忠重を思って従軍をしておったことに驚きながらも、文を使わしており申した。心中ばかりに候、左近無事に名を上げ候ようにと願い申し候、早ここもとにてことのほか褒め申し候。この度は左近一人別に人はなきように、皆仰せられ候で満足申し候、別して大切に存じ気遣いばかりに候。よう耐え抜いた。江戸を持てまで越とともに陣中の原城攻略の司祭を記した覚書を送らせた。大義であった。そなたの戦働き無駄にはせぬ。満を持して橘飛騨守宗茂参陣いたす。以上、演武島原の乱でございました。そして
本日の灌漑パフォーマンス御前の部はこれにてしまいでござる。皆様方、本日は最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。では一つ告知をさせてくだされ。本日午後13時30分より立花家資料館にて私によるイヤホンガイドを行う。ゆえにの、ぜひお昼を過ぎても時間があるというお方はぜひ私による立花家資料館の刀剣の解説聞いていってくだされ。そして最後に皆様方へと柳川のお土産を差し上げましょう。方言をお教えいたします。柳川ではの、ゆったりとまったりとのんびりと、そういったニュアンスをコッポラーっと申す。コッポラーっとコッポラーっとコッポラーっと一度皆様方で言うてみませんか。せーの、ありがとうございます。では皆様方、この後の柳川の旅もコッポラーっとお楽しみくだされ。本日は誠にありがとうございました。みなみな、柳川の美味しいものを食べてきてくだされな。ありがとうございました。